どうも、ピクルス登場。今日はチャンネルの説明、まあ取扱説明書みたいなもんだね。僕自らね、お話ししていこうと思うんですけれども、見てくれてる人で気づいてる人もまあ結構いると思うんですけれども、僕のチャンネルは何が売りというか、どういうジャンルなのってね、思ってる人いると思うんですけど、料理なのかなとか、ゴルフをやるチャンネルなのかなとか、ダイエットするチャンネルなのかなとか、どれでもないから、自分の思い出っていうものを売りにしてるって言ったらおかしいけど、その思い出っていうジャンル、まずこれが一つ目、ね、で二つ目、まあ、チャンネルのこだわりというかとして、まあ、見てる人が見やすいように、僕がやってることの細かいジャンル分けを、まあ、色で分けるっていうことをしてます。なんで枠が緑だったり赤だったりとかっていうのでね、僕の動画の中でもゴルフが見たいだったら白の枠、料理が見たいだったら赤の枠っていうね、まあ、こういう感じで見てもらえればなという感じですね。あとね、三つ目、概要欄。概要欄は、自分の日記だと思ってるんで、僕はいつも、概要欄をね、その時に思っていることとか書きたいことをちゃんと普通に書くようにしてるんです。それが、僕のチャンネルのこだわりです。まあ、知っておいてほしいことですね。まあ、でもね、知ってる人とか気づいてる人も多いと思うんであれなんですけどね、まあ、これから見た人はそうやって見てもらえればなと思います。僕のチャンネルでね、やっていきたいこととかっていうのは、まあ、今 YouTube がこんだけ普及して、なんか自分のやりたいこととか好きなことで生きていくっていうのがすごく当たり前になったんですよ。そう、僕自身が思うことは、自分の思い出を残す、それはまあもちろんのことなんですけれども、この先発信する力をもっともっと持てるようになったら、その自分のやりたいことをやれるような世の中にしていきたい、そういう風に世界を変えていきたいんです。例えば僕こういうことやってるんだけど、なかなかそれを世間の人に知ってもらえないっていう人ってめちゃめちゃ多いんですよ。僕も今現状壁にぶち当たってるんです。そういう人をね、プロデュースって言ったらおかしいんですけど、できればいいかなって思います。その自分のやりたいことを恥ずかしいとかなくね、大声で叫べる、そういう世の中にしたいです。ちょっとね、真面目っぽい話になっちゃったんですけど、プロデュースしてる時はたくさんの人たちの思いをプロデュースするという意味では、僕はそこの主人公ですけど、この僕のチャンネルで主人公になるのは、それぞれ自分で志を持った人たち、その人が出てくれる時は、その人が主人公です。あと僕のチャンネルを見て、今圧倒的そうやってね、僕の知り合いとか地元の子が見てくれてるのが多いと思うんですけれども、その遠く離れてるね、例えばその地元から離れた友達とか、その僕留学行ってたんですけど、その留学先で行った仲間とか友達っていうのが見て、なんか懐かしいなって思えるものをどんどん上げていけたり、あ、こういう感じだったなっていうのをなんか思い出してもらえたりね、クスッと笑えたら最高だと思うんで、まあ、今後ともそういうものを作っていきたいということでね、まあ、今日はちょっと真面目な話でこの長い話になっちゃったんですけれども、まあ、次回からもまたちょっとね、どんどん企画を取ってあげていきますので、お楽しみにね、ということで、またね。